どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分がマネーフォワードの解約を受けて代わりとなる無料で使えるおすすめの家計簿アプリを6つ紹介したいと思います。有料版への移行に抵抗があり、引き続き無料で利用したいと思っている人はぜひ参考にしてください。まずはマネーフォワードの解約内容からおさらいしていきます。マネーフォワードは無料版と有料版がありますが、今回変更になったのは無料版です。今まで10件の金融機関と連携ができましたが、今後は4件の金融機関しか連携できなくなります。利用している金融機関が4つまでの人は問題ありませんが、5つ以上管理するためには今後有料版に移行するか、他の家計簿アプリに引っ越しする必要があります。ではここから無料で使えるおすすめの家計簿アプリを紹介していきたいと思います。1つ目はお金のコンパスです。お金のコンパスは東海東京証券グループが提供している資産管理アプリです。無料版のみで有料プランはありません。連携数は無制限です。マネーフォワードと共同開発していることもあり、連携数はマネーフォワードと同じく業界最大級となります。証券会社、銀行、クレジットカード、ポイントなど有名どころはしっかりとカバーしています。個人的にはマネーフォワードの代替えとしてはファーストチョイスになり得るサービスだと思っています。ただ現在は無料で利用できますが、今後有料になる可能性も否定できません。ダウンロードだけでも早めにしておくことをお勧めします。2つ目に紹介するのはマネーツリーです。マネーツリーには4つのプランがあり、無料プラン1つと有料プランが3つあります。無料版と有料版の大きな違いは、経費の自動計算やレシートスキャン、法人口座の対応などです。基本的な利用に関しては無料版でも十分対応できます。しかも無料版でも金融機関を50社まで登録できます。連携サービス数は2200ほどとマネーフォワードの2600よりは少ないですが、有名な金融機関はほぼ網羅しています。個人的にマネーフォワードと比較しても遜色ない印象です。3つ目は財務です。財務のプランは無料版と有料版の2つのみです。有料プランは月額税込みで440円です。有料プランと無料プランの違いは、データ更新を好きなタイミングで行えて、残高グラフで推移を確認できるなどです。肝心の連携数ですが、財務の場合は上限がありません。無料版でも好きなだけ連携ができます。ただし投資サービスに弱く、連携できるところが少ないです。家計の管理には向いていますが、投資を行っている人にはおすすめできません。4つ目は楽天銀行が提供しているマネーサポートです。銀行、証券会社、クレジットカード、ポイントなど1000ほどの金融機関に対応しています。楽天銀行の口座があれば誰でも無料で利用可能です。連携数の上限もなく、広告の掲載も一切ありません。しかし連携できる口座数が少なく、うまく連携できない場合もあるなど、マネーフォワードと比較すると機能面でやや劣ります。楽天銀行の口座をすでに保有していて、他のサービスに登録するのが面倒という方ぐらいにしかおすすめはできません。5つ目は NTT ドコモグループが提供しているスマーボです。スマーボもマネーフォワードとドコモが共同開発をしています。利用するには D アカウントが必要です。 D アカウントは無料で作成可能です。無料版と有料版の2つのプランがありますが、無料版の連携数は10件までとなっています。有料版では無制限です。連携できるサービス数は1500以上と、マネーフォワードと比較すると1000件ほど少なくなっています。 D ポイントや D カード、テオプラスドコモなどドコモ関連のサービスを
中心に利用している方におすすめのサービスです。6つ目はおしどりです。こちらは夫婦で使うことを想定して作成された家計簿アプリとなっています。利用料は無料と2つの有料プランがあり、個人なら月額税込み440円、家族プランは税込み880円となっています。無料版での連携数の上限は7件までで、有料プランでは上限がありません。おしどりは自分の口座と夫婦の口座を個別で管理することができ、プライベートを守りながら家庭のお金はパートナーと共有ができます。自分だけでなくパートナーと家計全体を管理したいという人におすすめの家計簿アプリです。では最後にまとめます。今回紹介した家計簿アプリはどれも無料から利用できますが、マネーフォワード同様に連携数の上限が決められているものもありますので、自分の環境に合わせて選択するようにしてください。もしどれか一つを選ぶなら、自分としてはお金のコンパスがおすすめです。無料で利用できるのに連携数の上限数がなく、提携先は2600社以上とマネーフォワードと比較しても遜色ありません。まずは使ってみて、使いにくかったりデザインが気に入らなければ他のサービスを試してみるという流れがいいかと思います。以上、今回はおすすめの家計簿アプリを6つ紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。 Twitter、Instagram もやっていますので、参考になったという方はぜひフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。